プロテインのアレンジ割りコーヒー編をお届けします。コーヒーにはカフェインやポリフェノールが含まれています。コーヒーの苦みが甘さを抑えてくれるため、甘すぎないプロテインを飲みたい方におすすめです。ぜひアレンジ割りを試してみてください。うん、甘さが抑えられていますね。コーヒー好きの方にはおすすめです。この動画が良かったという方はいいねやフォローをお願いします。